ご視聴ありがとうございます。一周回って西野カナにハマっているトーコです。高校生の時に聞いていて一旦冷静になって離れたのですが、最近また帰ってきました。ゴーフォワイトが好きです。さて、今季絶対活躍する選手シリーズも折り返しを迎えております。今回ご紹介するポジションはゴール下の覇者センターです。いろいろなところで話していますが、渡嘉敷選手がスリーポイントを打つのは嬉しくもあり寂しくもあり、時代の流れとバスケの進化はすごいなと思うばかりです。まあそもそも渡嘉敷選手はセンターではないんですけどね。というわけで、中から外へ役割が広がりつつあるセンターの中で、今季センター賞を取りそうなのは誰なのか予想していきます。それでは行きましょう。まず一人目はデンソーアイリスより高田真希選手です。この人を差し置いて日本の女子バスケは語れないでしょう。国際大会では最年長として日本代表のキャプテンを務め上げています。特筆すべきは高田選手がオンコートの時の安心感。どんな状況でも仕事をしてくれる頼れるキャプテンです。6年連続で10回もセンター賞を獲得しており、誰もが認めるレジェンドですね。インサイドでの強いフィジカルやアウトサイドを生かす巧みなスクリーン、距離が開けばスリーも打ってくるという、どの場所でも仕事ができる選手です。デンソーはいつも優勝候補ながら一度も優勝したことがないので、今年こそ王座につきたいですね。2人目はトヨタ自動車アンテロープスの白洲花ハトージャ選手です。高田選手とは真逆で今年で2年目の若手選手です。昨シーズンは決勝で当たった富士通に対しルーキーとは思えない活躍を披露。トヨタ自動車の優勝にゴール下で大きく貢献をしました。187センチという高身長と長い手足を生かしてリバウンドを量産。スリーはないもののポストプレーがうまく、ファイナルでは2試合で40点を獲得。エンジンがかかるのがシーズン終盤で新人賞は逃しましたが、プレーオフだけで見れば確実に新人賞の活躍でした。今年はシーズン序盤から調子を上げられるか、トヨタの3連覇に大きく影響する選手です。3人目はトヨタ紡織サンシャインナビッツに今年から移籍した河村美幸選手です。元いたトヨタ自動車では控えの立場でしたが、インサイドに不安のあるトヨタ紡織に移籍し、一気に活躍のチャンスが広がったと思います。2013年からリーグにいる今年で10年目のベテラン選手ですが、ベテランらしい状況判断と高いディフェンス力が魅力です。185センチとややサイズ不足なところはあるので、スリーも打っていけるようになるといいですね。トヨタ紡織も優勝候補の一角として期待されるチームなので注目です。4人目は三菱電機コアラーズの西岡梨沙選手です。東京五輪の3人制に選ばれた今年8年目の25歳の中堅選手ですね。スリーはないですがフィジカルが強く、ゴール下で存在感を放ちます。とはいえ河村選手同様186センチとややサイズ不足なので、もう少し攻撃パターンが欲しいというのが正直なところ。走力についても改善ポイントかもしれません。渡辺選手やコンコン選手が得点源なので自身の得点は伸び悩んでいますが、西岡選手の強力なリバウンドがあってこそ他の選手の攻撃が生きると思います。リムのディフェンスもうまく、結構好きなスタイルなので頑張ってほしいです。以上の4人はトーク的な今年活躍しセンター賞を獲得するであろう選手です。大ベテランでありつつもこのポジションのトップランカーである高田選手はやはり鉄人というにふさわしいですね。今年もセンター賞はほぼ確実だと思います。対抗としてファトージャ選手、やや相手河村選手、西岡選手という感じです。続いては他にも注目してほしい推し選手たちのご紹介です。まず一人目は富士通レッドウェーブの藤本明選手です。スポーツ選手をビジュアルで語るのはあまり良くないなと思いつつ、とんでもなく美人ですよね。身長も相まって最初はモデルかと思いました。エネオスの藤本真子選手のお姉さんで今年3年目の若手選手。真子選手は高卒選手なので妹の方がリーグでは先輩です。まだまだ荒削りですが、スリーも積極的に打っているなど、富士通という環境でのこれからの成長に期待が持てる選手です。2人目はトヨタ自動車アンテロープスの梅澤カディシャ・ジュナ選手です。今年エネオスよりトヨタ自動車へ移籍しましたね。190センチというサイズがありますが、怪我で苦しんだシーズンもありました。
昨シーズンは20試合のうち16試合でスタメン出場。主力級の力はあるものの、渡嘉敷選手とかぶり気味なので、プレータイムは限られる形での出場でしたね。スリーやミドルショットはいまいちですが、ゴール下での抜群の得点能力を持っており、リバウンドにおいても強い力を発揮しています。トヨタ自動車という新環境で伸び伸びとプレーして、どんな選手に化けるのか非常に興味があります。3人目はデンソーアイリスの赤穂桜選手です。鉄人高田選手の下でサブセンターとして活躍しています。チームメイトで妹のひまわり選手に押され気味ではありましたが、7年目の昨シーズンは全体的に出来が良く、全てのスタッツが向上。プレーオフでは1人で12点12リバウンドのダブルダブルを達成しました。デンソーの最強インサイドの一角として今年の優勝に期待が高まります。最後の4人目はシャンソン V マジックの栗林美和選手。今年富士通からシャンソンへ移籍した6年目の中堅選手です。日本代表として活躍できる実力を持ちながら、怪我で約3年間のブランクが発生し、長らく試合から遠ざかっていました。そしてほぼ復帰準備完了のタイミングでシャンソンへ移籍。188センチという身長はどのチームでも欲しがる逸材ですが、それが優勝候補のシャンソンに加入するということはかなり衝撃ですね。復帰後の試合へのアジャスト含め要注目の選手です。以上、今季絶対活躍する選手&個人的推し選手たちでした。センターというポジションはサイズと走力が必要なポジションです。ゴール下の得点力とディフェンス力、リバウンド能力の3本柱が重要で、それに加えて機敏さやアウトサイドシュートも磨く必要があります。国際大会では海外のサイズと渡り合うために非常に大切なポジションなので、これからもリーグ全体のレベルアップを願っています。皆さんの推し選手はこの中にいましたか？ぜひコメント欄でご意見を教えてください。この後は編集担当 K の後書きコーナーです。最後までご視聴ありがとうございました。編集担当の K です。今回のセンター編はいかがだったでしょうか？センターというポジションはですね、リーグへの登録が、まあ、そもそも30人ということで、ちょっと他と比べてですね、そこまで多くはないんですよね。で、競争率は低いもののですね、やっぱり高田選手っていうですね、大レジェンドがいますので、個人賞獲得への道はね、結構かなり厳しいっていうのが、状況なんですよね。で、国際的に見てもインサイドは重要なんですけれども、今のところは渡嘉敷選手と高田選手に頼らざるを得ない状況にありますので、やっぱり全体的な、ね、レベルアップっていうのが求められているかなというふうに思うシーンです。まあ、とはいえね、この2人がちょっと上手すぎて新陳代謝が起こりづらいっていうのもあるのはあるんですけれども、センターというポジションなんですけども、やっぱりね、私自身もですね、学生時代、現役時代はプレーしていたポジションになりまして、結構思い入れは強いんですよね。リバウンドもそうですし、まあ、ゴール下のシュートっていうのは絶対に外しちゃいけないというプレッシャーの中で打たなければならないというですね、まあ、なかなか大変なポジションで、まあ、自分のゴール下と相手のゴール下っていうのが仕事場になりますので、そこのね、往復距離っていうのも長くて、走り回らなきゃいけないっていうのがなかなかしんどかったなという思い出があります。で、編集担当としてはですね、まあ、ペク・キョンファ選手ですね、トヨタ紡織のペク・キョンファ選手に結構注目をしています。で、動画内ではね、川村選手のみをピックアップでしたんですけども、長らくね、トヨタ紡織のゴール下を守り続けてきたペク選手がですね、川村選手の加入によってプレータイムをシェアすることができるようになりますので、よりね、精度の高いプレーが期待できるかなというふうには思っております。で、トヨタ紡織はね、優勝候補の一角とも言われてまして、坂本選手と、あと東堂選手、平瀬選手とですね、バックコート陣の魅力は結構高いので、インサイトのね、頑張り次第では、本当に優勝っていうのもね、あるのかもしれません。結構ね、要注目だなというふうに思ってます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。